チャレンジ近代アートで対話を楽しもう。あれこの子向こうにもいますね。向かい合ってます。はい、同じ人ですね。全く同じですか。え、うん、うん、風に触れられてる方と触れられてない方みたいな。綺麗さも違いますね。そうちょっとこういろいろ苦労されてる感じが伝わってくる、ね、外の子は、ね、うん、ちょっと開いて。ああいいですね。石原さんが素晴らしいのは、はい、親指がグッと入ってるところですよね。そうです。ここかなり力入ってますもんね、はい、普段の生活でこういう手の動きってしないじゃないですか。しないですね。だからこういうなんていうの、筋肉の入り方とか、うんうん、手の甲の、うん、あ甲の静脈の入り方とか。そうですね。筋肉とか筋膜とか骨って大好きなんですよ、はい、そうなんですね。それでこういうねじりとか、うん、こういうこう筋肉の浮き出た感じとか、うん、どんな性格の人だと思いますか。30代前半、うんうん、ええ、意志が強い感じはしますね。そうですよね。こう、うんうんうん、して、うん、右肩上がって、はい、ちょっと今ポーズそんな楽じゃないですよね。きついです。ここが痛いです、はい、うん、膝がこっち来てるのに左肘がこっちに来てるから。かなりねじりを入れてるんですね。なんでねじりが好きなんですか。ねじりが大事なんですよ、ね、あなたもチャレンジ Find My Tokyo。